アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは。高橋久留美です。今回谷崎潤一郎さんの名作小説知人の愛をモチーフに DVD の撮影を行いました。はい、今回の DVD なんですけども、私が女優としてこう一歩踏み出すためのすごい挑戦的な DVD になってると思います。ずっと最初から最後まで一人芝居の DVD になっていて、すごい皆さんも新鮮な DVD だなと、今まで見たことないような DVD と思っていただけること間違いなしですので、皆さんぜひいっぱい広めていっぱい見てください。以上、高橋久留美でした。バイバイ。大変だったことは、こう次ここで撮るよって監督に言われて、こう撮影場所があったんですけど、ここでフリーで20分間好きなことしてって急に言われたんですよ。で、私そういうの今まで初めてだったし、なんかアドリブとか自分でこう何かするとかがすごい苦手なので、え、本当にって最初冗談で言ってると思ったんですけど、本当だったので、20分どうしようって考えたけど、こう知人の愛の主人公の直美ちゃんになって、直美ちゃんの気持ちでフリーなお芝居をさせていただいたので、注目してください。印象に残ったことは、さっきのこともそうなんですけど、写真集のお世話になったスタッフさんにも会いに来てくれたことです。ハマっていることは、 YouTube で食べ物を食べてる方の動画を見ることです。つい言ってしまう口癖は、あー、そうなんだです。お休みの日は基本的にお家から出ないんですけど、ずっとベッドで YouTube 見たり漫画読んだりしてます。キュンってくるしぐさは、エドとかですかね。健康でいれますように。これはイヤホンです。今中に聞きます。旅番組今回知人の愛という小説をモチーフに DVD を撮りました。ずっと最初から最後まで一人でお芝居をして、一人二役とか二役か、一人二役やったりとか、すごい大変なこと尽くしだったんですけども、その分素敵な作品ができたと思うので、皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。